皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。どうも、ロケット村田です。皆さん、大阪の有名なチーズケーキって何が浮かびます？はいはいはい、ありがとうございます。まあ、私にとって一番、有名なチーズケーキって言ったら、大阪の陸老のチーズケーキが一番有名で、一番大好きなチーズケーキです。知ってますかね？あのふわふわしたやつの感じの。陸老おじさんは、ですね、その関西、まあ主に大阪が発祥で、今は関西を中心に売っているチーズケーキ屋さんなんですが、その看板メニューは焼きたてチーズケーキです。こちらです。ドン。まあこれは、まあそのデンマークのチーズを使っており、まあ特徴としてはそのレーズン、が、入っており、素材にこだわりがあったふわふわなチーズケーキが陸老のチーズケーキの特徴です。で、本日は、まあ、このご時世で、まあ、外に食べに行くことができないので、この焼きたての陸老のチーズケーキを買っていきたいと思います。では、行きましょう。今、並んで、この陸老のチーズケーキの方買ってきました。ではちょっと開けていきたいと思います。いや、ほんまに熱々で。いや、あったかいですね。やっぱりまだ、買ってまだ30分なので、はい。こんな感じになっております。では開けていきましょう。うわ、ちゃっちゃ、おー、めちゃくちゃうまそうですね。美味しそうです。ではこれをちょっと切っていきたいと思います。はい。ではちょっと待ってくださいね。切る前にちょっと、これをちょっとゆっくり開けてみましょう。待ってくださいね。はい。こんな感じです。これが、あれですね。陸老おじさん。もうません、トレードマークですね。で、このようなレーズンが入っております。で、もう本当に、ちょっと触ったらちょっと着ないんですけど、もうふわふわですね。で、あったかい感じです。ではこれを切っていきたいと思います。この陸老チーズケーキの切り方なんですけども、このような切り方ができますね。このように、9個に分けて切ると、この5番のところが陸老おじさんのマークがまあそのままで残っており、かつここだけそのレーズンが入っていないチーズケーキの作りになっていますので、そのレーズンが苦手な方はぜひここの部分を食べるようにしましょう。さあ、行くぞ。はい、では、焼きたてのチーズケーキをいただきたいと思います。いやー、これ並んだ価値あるな。あ、めちゃくちゃふわふわですね。では、いただきます。めちゃくちゃ柔らかくて、で、なんかほのかにチーズの香りと、あとやっぱりこのスポンジのようなこのふわふわが本当にこの唾液だけでも入れるともうすぐ溶けちゃうような、いや、これめちゃくちゃ美味しいですね。で、このレーズンとかもちょっと、後ろのレーズンとかもちょっと食べていきたいと思います。こんな感じですね。やっぱこのレーズンの甘さっていうんですかね、この甘さが本当にチーズケーキと合うなって思います。いや、もし大阪に足を運んだら、ぜひお土産とかでこの陸老のチーズケーキ買ってみたらどうですか？いや、本当に美味しい。この動画を見て陸老チーズケーキを食べたいと思った人は、
チャンネル登録と高評価の方をお願いします。またツイッターの方もやってますので、皆さんフォローの方をお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。 See you!